アメリカの8月の S&P ケースシラー住宅価格指数は主要20都市で1年前から19.7%の上昇となりました伸び率は過去最高となった前の月から低下しましたが主要20都市のすべてで2桁の伸びとなっています発表元は住宅価格の上昇率は依然として非常に高いが減速し始めている可能性があると指摘しています